そしたら、川崎会談の、プロモーションということで、ぜひお二人にお話しいただきたいなということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、さっき LINE にも書きましたけど、最終的には川崎の、ちょっと、収録できなかった、しきれなかった怖い話とか、裏話的なものが、ちょろっとあったら嬉しいなと。含めて、川崎いいとこ、ということで魅力を伝えていただければと思います。お前だって階段出しといて行くとこはないだろうって。ああ、言ってることおかしいな。そこはなんだろう。お二人の話術にお任せします。 はい。じゃあ、黒さんね、鶴見区、川崎区の人では、川崎市の方ではないんですけども、鶴見ということで隣接した場所で、川崎の文化圏内だと思うんですけど、そのあたりにお住みだから、その川崎の魅力というのか、恐ろしさっていうのもよく分かってらっしゃるということで、今回川崎会談やっていただいたんですけども、どうでしたか？いやー、もう大変でした。僕、横浜市ですけど、お隣なんですよね。すごくもそうだよね、鶴見はね。う、鶴見で、子供の頃に住んでたのが、鶴見の江ヶ崎っていうところなんで、で、江ヶ崎はもう、ちょっと行くと、小倉っていう幸区、川崎市幸区に入るんですけど、僕、ほぼ、幸区で遊んでたんですよ。そうだね。捜査場のあるとこでしょ、あれ、あ、そうです、そうで陸す。上のね。あそこよく言う、死ぬんだよね、あれね。そうですね、よく引かれたりね、捨てられたりしてたよね、みんなね。お弁葬当儀もあ場りも、ました。火葬場持ってけっつって、立て看板出てた時あったよね、なんか。それは分からないです。回収できませんって貼ってあったのがあったと思ったそうよ、です確か。か。僕、でも、その捜査場のすぐ横に住んでました。捜査場の。あそこあれだよね、風呂屋もあるよね、結構いい銭湯。あ、銭湯もありますね。銭ね。湯、銭湯、あと立教とかもあって。そう。あとあれでしょ、有名なの、尻に手と書いて知ってっていう駅があ それはもう、る。僕の、今の家ですね。でも、僕、その知ってとか、江ヶ崎の界隈なんで、もう一歩出たらもう川崎なんで、だからあんまりそんな特別な今回お仕事のお話いただいたときに、川崎わからないとはならなかったんですけど、そうだよね。あそこ、鶴見川も近いでしょ、出てけば。近いです、近いです。鶴見近川も。所の川ってさ、あれ、この間なんかあれだよね、水死体浮いてたよね、なんかばあさんかなんかの。違あ、っそれた？鶴見川ですね。あったよね、あれ。近所でしょ、だって。袋にギュッて詰めて入れられて、埋められてたんだけど、もう浮かんできちゃったんですよね。なんか袋癖かがら顔抜けが出てて。ないんだね、あれね、やっぱね、頃からね、やっぱり。そういう話は大丈夫なんですね、じゃあね。俺のあれだ、なんか知り合いの子、なんか川で溺れてさ、釣りしてて、で、みんなで引き上げたんだ、驚いて。溺れちゃうっつって、あれほら、ヘドロで腐ったかじゃ、あれ全部が。ああ、そうですね。一時、ほんで、命からがら助かったんだけどね、記憶がなくなっちゃったね、あれ、ヘドロの飲みすぎで。笑えない、これは、ですね、笑っちゃうんですね。ただ、やっぱりヘドロにはそういう嫌なことを忘れさせるっていう効用があるんだね、いや、でも、ヘドロは僕たちは、その、鶴見っ子はちょっと、憧れのものだったんですよね。れで泥団子とか作っちゃったんでしょ。なんか僕、ヘドロを自分で作ろうと思いました。え？ヘヘドドロを自ロ？分で作ろうと思って。あれ、なんかやっぱりその、川って結構その工場排水とか汚そういうこ水とよ。でヘドそういうこと。ロだったんで、でもまあ、それは作れないんで、近所にある汚いものをバケツにいっぱい入れて、ヘドロとか、おしっこ的なものとか入れて、そのヘちょっドロ作と、ろうとしたの？ヘドロを友達と作ろうとして、いいね。俺が親だったら病院連れてくけどね。でも、ヘドロでもかっこよかったんですよね。ヘドロがかっこいい。ヘドロは、ヘドロって、何なのそれ。ヘドロ石を投げると、
バシャってこう花開いたみたいに開くんですけど、その色が全然違うんですよね。あのミルククラウンみたいにね。ヘドロクラウンができるから。そうです。ヘドロの冠ができる。それがすごくその綺麗で、なんか表面は茶色いヘドロなんですけど、石投げたら緑色のがブワッて花開くんで、ああ綺麗に見えて、綺麗に見えて、あとボコボコ泡とか自然に湧くんで、あそうか、黒ちゃんだったんだっけ、ちゃんと見えるんだっけ、そう見えて、でも緑だったんですよ、あそう、あの、はい、でもそれがなんかかっこよくて、子供の頃は、ごめんねなんか。今回川崎階段ってことで、こうでも黒さんが割とこう地元っていうのは昔のその土地の因縁的なものをたくさん調べて入れてくれて、なんかそういうのっていうのは平山さん的なこう川崎在住の人間にしてみたらどうだったんですか。あ、俺らの頃っていうのはさ、ほらもうとにかくうかうか歩いてると車にあの引かれてぺちゃこになるようなあれだった、階段どこじゃなかった、行きのが大変だったんだけど、俺ねあれだよ、あの黒ちゃんの階段の中で一番近かったの藤崎五丁目の首切り地蔵かなんかあったよね。あの地蔵の、はい、あの首切られちゃった、あれだからそこまでいいんですかああそんなのがあったんだと思ってさ。いや俺ら例えばほら川崎に古いやつからするとめったにそんなさのどかな目で見ないわけよ、川崎って大体だからちょっとね、ああそうなんだって思ったね。なんかだから今回俺思うのはさ、やっぱさちょっと良かったのは、クロちゃんほら客観的に見れるわけじゃん、川崎区っていうもの、川崎市自体をさ、だから中にいると見えないところの点が良かったなって思って、だから俺追加して書くときは今度在住者の感覚満載で書こうと思って書いたんだよ。あの猫もんじゃ。猫もんじゃはもう僕はもう本当に子供の頃よく見てました。見てたの？あの場所は違うんですけど、あの今なくなっちゃったその。操車場にかかってたあの古戦橋立橋があって、もうそこであの初日に引かれてたのがだんだんカーペットみたいになっていって、そうで僕ら気づいたら埋めたりとかもしてたんですけども、もうあ本当、はい、あの埋められるものは埋めたりとかして、だからすごくあの猫もんじゃ、あれ猫もんじゃっていうんだあるよね。俺なんかもよく見ててさ、あのたまにほら大型のトラックでさ姫路ナンバーとかあるじゃん、あとちょっとくっついてっから、あいつ姫路にもあの分派していったなみたいな、だんだんちょっとずつ全国に行くんだなと思って見てたね。そうやってあの猫は自由だなと思ってたけど自由、いやあれだってほら実際の産業道路駅の近所だから、あれあっちのあの高速道路首都高の向こう側よ、岸間のが、の話だからさ、すごい話でしたね。ね、なんか大体川崎というとどうしてもね平山さんの階段があのなんか気がすいません、平山さんの階段でひどい話が多いなって。いうイメージになるんですけど、はい、あの今回のその黒さんの川崎階段でやっぱりこう化け物的な洋物的な狐だったりとか、あの、そういう話も案外多いんだなっていうのがあってちょっと面白かったんですけどね。あの本当は、まあ、階段を調べていろいろ調べたんですけど、あのその階段の元となる話がなくて、で、あの辿ってみるとそのどっかで起きた殺人事件とか通り魔とか結構近代の事件とかがあの背景になって、そこで人が死んだから幽霊が出るみたいな結構安直な怪談とかも結構多かったんで、それだったらじゃあそういう場所に何か残っている怪談があるんじゃないかと思って、もうその土地で調べていった感じですね。土地とか地名で調べていって、地名でちょっと怪しそうなところがあったらなんか階段ありそうだなと思ったら調べて、すると偶然見つかったりとか。そうだよね、だって
あのさっきの猫もんじゃとかあっちの界隈って四ツ谷なんだよね、あれ川崎四ツ谷があるんだよ。だからなかなか川崎も強烈で、でクロちゃんがさやったのはあの面白いなと思ったのは、川崎って今のイメージあんじゃん、はい、あれってさ第二次大戦後なんだよ、うん、兵員工業地帯が作られてから全国の労働者を一斉に集めてからなったんで、その前っていうのは東海道の脇のところにさ本当川崎って名前だけあってさ、海がすぐそばまであって東京湾が、うん、あの今その産業道路とか大師の脇っちょまであの海苔の養殖、海苔屋さんが多かったんだよ、海苔漁師が多くて、だからそれを前の階段、今の階段の味が濃すぎて、要はさビデオゲームに あの席巻された人生ゲームみたいな感じっていうの、だそれをうまく出したなと思うよ。今までなかったんじゃないかな。たまにあるけど、それは本当にほら、なんだ、あの歴史書っぽい感じでだけど、だから昔川崎っていうのはこういう、まあ当たり前に品川大森ってこうつながってくるわけだよ。東海道来てるわけだ。で、このあとね、横浜ほどがやっていくんだけど、でその合間っていうのでうまく、あのまあ、これだけやるのは相当大変だったと思うけどね。あの別にみんながありがたがって残してる話は一個もなくて、ね、一個ずつ掘り込んでったんだもんね。だってそうなんですよ、大したもんだと思うよ。だからそこで、だから今度の川崎家電って意味があるなと思うのは、あ、川崎も昔は普通の宿場だったんだっていうのがちょっと分かってもらえるかなっていう、あの今までみたいなね、味の濃い川崎ばっかりじゃないんですよっていうのがクロちゃんパートで、まあ物は、あ、物はね、あの物足りない人はあの十からの俺の階段もくっついてるから、そっち読んでくださいそういう感じだよね。だから良かったんじゃないかな。だから今まで あの川崎階段っていうのは当然想像するものっていうのはさ、やっぱ味付けが濃くて結構ね、あのまあなんてビジュアル的っていうか解剖学的なものっていう考え方かもしれないけど、実はあの品川を出てから、まあ大森ってこう来たさ、多摩川を渡って最初のお大師さんのあるような大きなその宿場町だったわけじゃね、だから相当そのあたりではやっぱ本来の階段ってあったのよ、だからそれをよく救ってくれたなと思う。まあ出ないとこの機械でこの状態でやらないと多分絶対誰もやんなかったと思うよ。そういう意味では非常にあの資料的な価値のある本が不思議なことに出来上がってしまったっていう意図してか意図せずかわからないけど、だからあの横浜とか東京をつなぐ真ん中の、土地として空白地帯でやったんだけども、そこにはこれだけあるってことがしっかり資料的に持ってきたっていうのは、すごい意味があると思うよ、ありがとうございます。でもまあできたらさ、まあ、あれだよね、あの今よくいればさ、ちょっと大きめの版だったらもうちょっとね地図とかなんか入れると面白かったかもしれないよね。でも取っかかりとしてはいいような気がする。だって川崎に四ツ谷があるって気持ち悪くない？だって結構いいじゃん、四ツ谷上町とかあるんだよね、なんか他にも気持ち悪い地名結構ありましたよね。結構あるんですよね、うん、言われなかった話も結構乗せきれなかったんですよね本当に。だって尻に手って書くんだよそんなとこないだろう。だって僕でも全然疑問に抱かずに生きてましたね。あ、本当だって痴漢しか住んでないみたいなちょっと東海道線はちょっと東海道線南部線ですかね、南部線はちょっと南部線な、そうなんだよね。そうなんですよ、知って駅の、 あの下が昔その駅の下が結構空洞になってたところがあったんですよ。はい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 、はい、そこを僕あの友達とかと小学生の頃に入っていって、怖い体験をしたことがあるんですけど、今回書くの忘れちゃいましたね。ああ本当、知ってたからちょっとその川崎のではないんで、ギリギリ川崎ではない感じだったんで、
今さラゾーナできてるけどさ、あのラゾーナの裏と大宮町っつって、はい、あそこにもさ少しこう青線街があって、うん、あそこも細かいあのなんだちっちゃなスナックがぐっちゃぐちゃあったじゃん昔。あの確かなんか目当てに作ったんだと思うんだけどね、まあ、作ったつが、まあ、残ってたんだけど、あの辺りも結構荒かったんだよね昔、うんうん、あとあの土手沿いのね、土手から玉川沿いに住んでるあのお家のね、はい、大きなゴミ処理って買ってくれるお店でって書いてあって、すごいところあるよね。うん、あの川崎駅前の前に町が泥棒だって言ってずっと街宣車出してた昔。大丈夫、編集するからきっと。そうですよね。でもあの川崎のあの表側じゃない側は本当に結構暗い感じで、うん、僕あの川崎の改札の前で何日間かホームレスみたいなのやったことあるんですけど、どうだった？いや、あのホームレスの人がすごくあのタバコとか恵んでくれるんですよ。いや、ホームレスか。そう、でも恵んでくれるんですよ。でも僕も持ってるから、で、うん、いや僕持ってるから大丈夫ですよって言ったら、そのタバコ1本100円で売ってくれって言うんですよ。かっこいいね。そう、でもなんかあそこら辺はすごくそのホームレスの人とか住んでたりとか、なんかちょっと暗い雰囲気があったんですけど、うん、今ね全然そんな感じしないですよ ね。だってあのほら前にさ、キッチン宿の並んでたところの公園のところに十手おじさんいたじゃん昔。知らない？十手おじさん知らない？十手持ってあの川崎のところをずっとあの警備して回ってるおじさんいんだよ。で車に止まってるとトントンって窓叩いて、どうしたのって言うと、あのチラシくれん。だチラシとかよくあの JR のさ、あの切符の中突っ込んでたよチラシ。俺渡される時にこれが全部理解できた東大だよって言われて、俺もらったことある。なんとかおじさんとか多かったですね。うん、十手おじさん有名だよ結構。結構堀の内の方とかなんか500円おばあちゃんっていうのがいて、おうおう、で僕の友達がそのおばあちゃんに誘われて、うんうん、駐車場に連れてかれたら、うん、こんな腰の曲がったおばあちゃんなんだけど一瞬で消えちゃったっていう怪談みたいな話が、かっこいいね、かっこいいね、めちゃくちゃ出して逃げたんでしょうけど、かっこいいね、500円だけもらったおばあちゃんが駐車場で消えちゃったんですよ、あ、そう、あの堀の内とさ玉川道路あんじゃん、はい、玉川南部道路っていうの、あの細い道路、あそこのところに堀の内今切り倒されちゃったかもしれないけど、今ねラーメンかなんかがあるところのそばに大きな柳があったんだよ、はい、すごいね、のインバイが出るんだよ昔。すんげえ怖いんだよそれが。いいからいいからって引っ張ってくんだよ、ものすごい力で。みんなギャーっつってさ、それも駐車場かなんかじゃないかな、うん、いやすごいんだそれが、2メートルぐらいあるんだよ。え、あ、柳がですか？違う、インバイがさ、ほんでいつもね、なんかね、ラメかなんかの着てね、うん、で、柳の木もでかいのよ、太くて、あ、だちょっと分かんなくて近づくと、バクッとこう、うわーっていう感じの、まあ、いたよね。いや、だ、堀の内ね、あの、今も切り株だけは残ってんじゃねえかな、そうなんです。確か。そう。で俺川崎ってほらその先競馬場競輪場でしょ、はい、俺その競輪場でほら子供の時にさ、あのバイトさせられてたから、あの自販機の横に立って字読めない人がさ、あのお札突っ込むのを阻止しないとほら、あの自動販売機蹴ったりするから、あ、おじさんこれお金だよとか言って教えんだけど、そこのあのトイレがあって、はい、あの外側のトイレ、そこよく首吊るやつが多くてさ、あのおけらになっちゃって、でそこ出るって言ってね、あの警備会社の人から聞いたよ俺、夜中にあの人一人か二人で回ってんじゃん、でうんちしたくなって台入ってたら、あの肩ポンポンと叩かれて、よせよせって言われて、でよせよせってなんだよって思って、
ほらうんちしてかがんでるからさ、うん、やだなっつって、なんだって振り返ったら、その首つってる足の指がこう当たってたっていうんだよ。うわ、その肩口にポンポンって、ほいでもう拭かずに出てきちゃって、ほんとパンツ汚れたって思ってたよね、その人はね。強烈な、あそこをね、そうで入ってこえないように忍者返しがついてて、あそこにも結構刺さっちゃったりしたのいたよね。うん、うん、というちょっとしたいい話。いい話、いい話なんですかね。ありがとうございます。僕今回入れられなくてちょっと残念だった話が、うん、あのうんこプールの話があって、あ、今ので思い出したんだ、きっと今のでちょっとさっきのヘドロの時から思い出したんですけど、そのちょっとこれ場所は言わない方がいいんですかね。あ、どこどこでもこっそり 川崎であること確かなんですけど、うん、そのピー入れるから大丈夫です。あ、そうですか。あ、で、うん、その、うん、ある人が、うん、あのいとこと一緒に、うん、その家のすぐ近所にある施設に連れてかれて、うん、したらそのでっかいプールみたいな場所で、うん、で下によく見たらうんこがいっぱい溜まってたって。え、でうんこが、そのうんこの上をなんかこう橋みたいな細い平均台ぐらいの細いものが通ってて、その上をいとこがこうやって歩いていて、こっち来いよって言われてる、言われて行ったか行ったか行ってないか覚えてないんだけれども、いとこにそれをあの最近確認したけども、そんな場所あるわけないだろうと。でも確かに子供の頃にうんこプールに行ってるんだって話が。っていうかさ、それただのさ、あの声だめみたいなところでプールじゃないんじゃないのそれ。なんでプールになってんのそれ。でも大きい、すごく大きい。本当かい。施設で、でもそれが家のそのいとこの家のすぐそばにあって連れて行ってもらった思い出があるっていう話なんですけど、いとこに話しても全くそれは、うん、ないし、でももしかしたら行ってるかもしれないっていう小さいことな頃なんで、で地図で調べたけど、そんなやっぱ住宅地の中にそんなうんこ溜めておくとこないやって。本当だよね、うん、なんだろうね、不思議だね。でうんこプールの話はあのちょっと不思議だったんで入れたかったんですけど、うん、ちょっと、うん、いろんな理由が、うん、それはね、あの賢明だったね、それをね。入れなくてよかったかもしれない、それは。そうですか。このね。黒さん。はい。聞こえますか？なんかね、聞こえます。はい。第6点って、はい、吉田裕貴さんも、新宿とか世田谷とか、はい、あの辺に第6っていう地名があったりとか、うん、明らかにその木が残ってるとか、うん、なんか移動してとかあった。第6っていっぱいあるしね。うん、そう。うん、いや、それでなんか川崎でもなんか売ってたんで、いや、面白かったなと思ったんで、ちょっとなんかお話いただけないかなと思ったんですけど、はい。僕もその全然神社仏閣に詳しくなかったんで、で、今回その地名辞典を買ったんですよ、市役所まで行って。うん。で、そうしたら、第六点っていう地名が結構あって、でもなくなっちゃってたりとか、うん、あと場所だったり。でまあ、地名というかその、まあ、その第6点があったっていう場所がもうその神社同士が合体してなくなっちゃったりとかしてるっていうのは結構あって、でそういうとこ調べてみると結構その入っちゃいけない場所だったりとか、あの入ってたたられて死んじゃった人がいるっていう話があって、で調べてみたらやっぱりその第6点っていう言葉が出てくるんですよね。だから、まあ、僕もその第6点って言葉は聞いたことはあるけども、川崎のことを調べていて、そのあそんなたたるものだったんだって初めて知ったような感じだったんで、だからその、まあ、吉田さんの、ね、あの調べたあれもあるかもしれない、もしだったら全国地域に第六点っていうものが結構多いのかもしれない。第六点ってどういう字なの？第六点、あの大きいとか、あの第一の第に、うん、数字の六に、天使の天、へー、第六天魔王とかの信長の。なるほどね。だから、ま、僕はその川崎で多かったのが、だ横浜の本を探してて、そんなにあんまりその
たたる場所で第6点っていうのはそんなにいっぱいあった印象がなくて、うん、なんか川崎がちょっと多いなっていう、今回の調べた感じではあったんですよね。でまあそのなんかそういうその宗教的なんか理由があるのかもしれないんですけど、うん、だから今回ちょっと何話か、しかもあの道路とかに関係する話だったりとか、うん、あとなんかやっぱあの川崎の調べてて多いのはそのなんかなんかが埋まってたものが出てきちゃったとか、は、骨だったりとか、あとその昔の、遺跡とか古墳とかの呪術の道具だったりとかが、でもそういう場所がなんとなくその周りの地域で入っちゃいけない禁足地みたいになってたりとか、あの入ったら死んじゃうよみたいなふうに言われてるっていう場所があったんで、それがすごく興味深かったですね。だから今回ちょっと第6点何話か入れました、2話ぐらいでしたかね。はい、うん、ありがとうございました。すみません、すみません、なんか大変いや、なんかちょっと調べたら第6点ってなんか西の方にはあんまりないみたいなんで、うん、とか東北とかに集中してるみたいなんで、もっといろいろあるのかな、もっと調べるかもしれない、なんかあるのかもしれない。なんかあんだろうね、きっとね。数字にやっぱ昔から意味持つもんね。8はほら末広がりでいいとかさ、なんかあるんじゃないのかな。そうですよね、なんかたたる神様を祀ってるとこが結構あったっていう、そのたたるっていう力もやっぱり一つの神の力なんで、うんうん、そういう力をでなんか願いを叶えてもらうとかっていうのがあったのはわかるんですけど、うんうん、そこがなくなっちゃってたたりだけが残っちゃってるところが結構あった。そうかそうか、うん、そこがちょっと階段になってたりとか、あとたまたま階段の舞台になってたりとかっていうのがあったね。だからその土地を調べたことによってそのたまたまつながった話とかがあったのが今回は書いててすごく面白かったです。川崎の知らないところが知れたという、うん、そうだよね。なんかそうすると現代に生きてて生きてるみたいで怖いよね、そういうの因縁がね。そうですね、まだ何か残ってるのかなみたいな。おお、そうだよね、うん、ちょっとこう、でもあの神社とかも巡ったんですけども、うん、あの後で気がついたらその第6点に拝んでたりってこと気がついたとこも結構ある、結構ちょこちょこはあるみたいなんですけど、でもそのやっぱ怖いなんか言い伝えがあるところと別に全くそういうところがない場所もあるんで、そういうの含めたら多分もっと数があるのかなっていう、興味深い。それは別にあれなんですよ、神社の大きさとか関係ないんですよ、大師ほどとか関係ないんだよね。そういうの関係、本当それだけがあったりとか、あと神社と他の神社と一緒になってちょっと大きくなって、その端っこの方に第6点があったりとか、だから幸福の小倉神社とかなんかも普通のすごく雰囲気のいい感じなんですけど、端っこの方にある第6点、うん、もう普通にあるんで、あ、そういうちょっとそのなんかたたりとかある神社のようにはちょっと思えない、うん、調べたらあるっていう感じなんですよ、今度見てみよう、そうしたら、ね、ちょっとこれは今後の課題として僕もちょっとまた調べたい、うん、いいねいいね。あ、そんな感じでしょうかね。でもあ、でこれ大丈夫ですか？ですか？じゃあもう一つせっかくなんで、黒さん。はい。いろいろさっき地名をいっぱい調べたっておっしゃってて、はい、確かにあの古い地図とか、古い、はい、そのなんか資料を見ると、なんか地名的、あのそれで拝読すると、よく分かってくと、はい、結構地名って変わってないところがいっぱいあるんですね。そうですね。うん、新興住宅街とかで新しくしてたところもあるんでしょうけど、うん、なんかその地名と地形とか、そこの土地の由来、うん、なんかここは読んですごく面白かったなと思ったんですが、はい、なんか明らかに多分その縁起が悪い地名はなくなっちゃってるんですよ、うん、で地名をたどってみると、そのバス停でしか残ってなかったりとか、橋の名前 に残ってたりだけっていうのもあって、そういうの調べてみると、うん、そこの近くに火葬場があったりとか、あと無縁仏があったりとかっていう、なんてとこ、ちょっと今場所を忘れて、あ、そうかそうか、はい、どこかお寺寺院の、ね、近くにあるその切り通しのところに、おうおうおう、なんかそういう場所があって、で地名を調べてみたら、
あの由来が不明ってなったんですけど、うんうんうん、不明ってことはないだろうと思って調べたらちょっとそういう話が出てきたっていう。あ、だから調べれば多分地名のきっかけがあれば何かしらは出てくる。うん、なるほどね。もうずっとそこで何か何もなかったっていうことはないと思うんで。うん、そうだよね。結構藤崎の横なんて観音とかだったりするもんね。うん、何かそれあの掘ってみるといろいろ出てくるというか。うん、そうだよね、うん。それがすごく面白かったですし、あの、うん、今心霊スポットって言われてるところって別に何か根拠があって心霊スポットになってたりしてるところってそこまで多くなくて。でもなんか見つけたいなと思って探してみたらたまたま心霊スポットって言われてる舞台でこういうことが起きていたっていう話があったんで、だからその階段が川崎の階段だよっていう説得力が欲しくて今回すごくちょっと調べたっていうのがありましたね。はい、やっぱりそのなんかそのあの有名なあの緑ヶ丘霊園のその階段とかありますけど、あれもそのそのお墓があってなんかこう刻まれてる言葉があるっていうだけで、これといった何かその階段の元となるものがなくて、これはちょっと安易に書けないなと思って今回やめたんですよ。でその土地とかにちゃんと何かしらの形で記録されてるものが1行でも3行でもあれば、そこからこうちょっと地名から辿っていったりとか掘り起こしていったりとか実際に行ってみて、なんかそのなってる原因があるんじゃないかと思って行ってみて、でも結局何もなくて帰ってきたりとかもするんですけど、だから結構空振りはすごく多かったんですけども、空振りが多かったってことはそこには何もなかったっていうことが分かったっていう仕事でも今回ありましたね。だから今回川崎階段として本当発掘できたのは本当にそのあのなんていうんですかね、なんかここまでやらなければ出てこない話っていうのもなかなかあったと思うんですよね。だからそういう意味では書いた意味はあるのかなっていう、うん、いやいやなかなか力作だなと思った話。いやでも、本当に平山さんありがとうございます。本当にもう今回もめちゃくちゃスリの後にさすりが出てきたあたり僕大爆笑しちゃったんです。よかったね。すごく良かったですよ。もう本当に まず最初タイトルのとんかつのタイトルが出てきた時、もうこれ多分平山さんの話だって書かなくても多分分かるなと。めちゃくちゃでもこ階段なのに笑っちゃって申し訳ないんですけども、あれね、おい確か表面の絵 あるんだよね、あのとんかつ屋今。まだ言っちゃっていいのかな、わかんないけど。これもだ、P が。今、でも薬屋さんの前なんだけどね。ものすごくありがたかったのは、の話って、僕も書こうと思ったんですけど、うん、その、こういうのが出たよっていう話よりも、その背景にある、自殺とか事件とか殺人事件の方がでかすぎちゃって、うん、まあね、ちょっと書いててピンとこないなと思って今回やめちゃったのがあったんですよ、うんうん、ですからその平山さんのそのとんかつのお話を入れていただいたけど本当にわーこんな言い方ですけど助かったと思って、本当にありがたくてよかったよ。でも本当にやっぱその川崎であの階段とかその緑ヶ丘霊園とかってやっぱ川崎の階段スポットってすぐ出てくるんですけど、まあね、愛に使えないところがあって、あ人が死んだっていうだけで、うん、ネットで流通してるような階段は多分拾えないんで、はいはい、で調べても結局そういう殺人事件とかしか出てこなかったところで平山さんからあの話をいただいたんで、うん、本当に助かりました。ありがとうございます。よかったよ。そしたらはい、川崎階段、ちょっと変わった、ちょっとね、いつもの書いている実話階段とは違う、ちょっと変わった土地の階段などを集めた本になっておりますので、ちょっと変わった本だなと思って、まあ、ちょっと興味でね、興味本位でちょっと開いて読んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい。川崎階段というからには多分こうだろうなというところを担当させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう